01劇風。くるちゃんこっちおいで。うん。ヨンゴさん、そういうことやめなよ。なんで配信消そうとするの？ 8 時って約束じゃないの？あ、わかった。そうだね。わかった。何にもできない。甘えてたらダメ、もう。甘えてるじゃん。なんでよ。あれもこれもできない。何もできない。難しいよ。掃除はできるのじゃ。くるやってよ。料理もできない。料理できるよ。しないだけだわ。しないっていうのはできないの。でも結婚2回したんだから。しないっていうのはできないんだよ。知ってる。やってたら煮物とかいろいろカレーとかも作ってたし。でもみんなかわいそうか。でもくるちゃんしてあげてじゃ。うん。うん、じゃ自分でやってみて。本当なんも。体で。何言ってんだよ。え、これやり方わかんないの？あ、ズボンの上からやってみじゃん。やだよ。新しいの使っていいからやって。うん、いやいいよ、やんないや。ズボン。ズボンの上からやったら。それは面白いよ。一回見して。だってこの構造の仕組みはくるちゃんやったって。くるちゃん、でも私自分で尿漏れパッド持ってるから。じゃあこういうのやってんの？今やってないけど、お相撲パッドだけでしょ。うん、でもこうやって、いやもうおむつしたって、ズボンの上から。新しいの取って自分でやってみて。やだよ。え、使い方わかんないと思うよ。そしたらアイテム投げるって。見たい、太鼓さん。面白いの見たいって。どうせ無料でしょ。いや違うよね。みんなしてくれたら投げるよね。投げてくれるよ。いいよ。将来困るよ。あ、まあ、うん、でも、あ、じゃあ俺配信切るのやめよう。あやこさんやってくれなかったら。じゃあいい勝負しよう。じゃあリスワン、あやこさん。お返決まってるよ。そしたら別に今日いいよ、リスワン。うん、あ、もう諦めちゃった。だってこれが切ってくれないんだ。おむつつけて。だからできないって言ってじゃん。自分に。ああ、自分に。うん、いいよ。ズボンの上からね。うん、後でね。後で。いや今やりな。今もう疲れちゃって、ちょっとババアだから休んで。だからもう遠くから来たんだからさ。それだけやりな。したら休んでいいよ。1時間半かけて来たんだから。あの、おいなの面倒いいけど、自分が自分の世話しなきゃいけないじゃん。もう50歳だから、うん、それ心配だから、やるよ自分。今やって。さあ休憩していいもん。何も言わない。うーん、ズボンなんかつけてみ。つけれるか。もうしつこく言わないと何もできないから、愛子さんって。これぐらいしつこく言わないと。ちゃんと自分の配信で映ってんの？ああ、こう映してた。じゃあちょっとおむつを。おいながかわいそうで、どのタイミングでコメントしてんの？ほら、できこれ横からできないわ。え、足太いからくる。で回らない。回んないわ。回んないか。回んないわ。犬用だからね。使えるよ。じゃあエアーでやってみて。エアーで。だって犬用だもん。こんな無理に決まってるよ。無理？無理だよ。本当？じゃあもうゆっくりしない、子さん。うん、疲れた。うん、休みな。うん。ああ、あ、よかった。フローリング。ご飯はまだいい？まだいい。本当？まだしてる。うん。8時頃でいいよ。8時頃、あと1時間ぐらいか。うん、こうちゃん、8時で配信切ってくれるって言ったもんね。うん、うん、ありがとう。今日本当に撮りたい。うん、そしたら今日リスワン撮らせてくれたら、うん、ホテル泊まるわ。近くにあるんでしょ、4000ぐらいで。うん、うん、みんなそれでいい？まあ8時ぐらいになったら、今日ね、愛子さんの枠で、キツネ枠だからね。うん。そしたらどう？ホテル泊まる。うん。おばあさん、ありがとうございます。
爪枠ってね、もうぐちゃぐちゃになっちゃうからね。ホテルが楽だね、確かにね。いやー、ともちゃん、あー行かない、いやっつってるよ。じゃあここに泊まるよ。じゃあ確かにホテルの方が一人でゆっくりベッドで寝られるから。うん、でも結局さ、1万円もらってもさ4000円かかるから6000円損しちゃうし、それだったら違う時に自分で1万円ゲットした方がいいし。あー10倍ナイス。8時に、うん、あーありがとう。多分行こうこう。あー蒸しカレーね、食べるって言ったからね。ありがとうね、ゼロワンにアイテムね、ありがとう、ね、あ、タカさん、うん、あ、うんうん、慣れてくれた、5個ほんと。おー、10倍ナイス。あいこ、くるちゃん向こう行きな。うん、うん、あいこさんの配信映りな。やだ、うん、疲れてる、なんか、うん、なんかでも元気だな。もうゲージに入れたら30分ぐらい経った。うん、あんま好きじゃないワンちゃん。うん、犬としたから好きで、でも可愛いよ。可愛い？可愛い、可愛いよ。可愛いな、可愛い。リュックも、うん、下ろすよ。下ろしなよ、家でね、ずっと、いつまでも。ああ、可愛いなら。まだおむつしたばっかりだからね。うん、すごい、あいこさん。これペニーに買ってもらったの。二の腕がすごい。しょうがないよ、そう、フリーソーで、ここと、おっぱい、同じなんだって。ああ触っちゃダメだ。多いな。もう、もうゲージに入れてよ、くる、ちょっと、ねえ。遊んであげてよ、おいなと。だってこ、ちょっと、広角取ってくる。自分で取ってよ。なあ、みんな遊んでもらえな。ゲージに入っちゃったよ、だっておむつつけたばっかりなんだから。うん、あ、肖像画ありがとう、1個、ね、お姉ちゃん、うん、いいね、うん、はい。あ、画質ちょっと綺麗になったじゃん。うん、だからさっきやっぱ車だから。おいな、かわいいね、おいなちゃん。オスだっけ、メス。あ、メスなんだ。メスだよ。よいしょ。やめなよ、4号さん。なんかそう、くるちゃんこっちおいで。うん、 4号さん、そういうことやめなよ。なんで配信消そうとするの。8時って約束じゃないの。あ、わかった、そうだね、うん、うん、わかった。あー、やだ、消さないよ、だ、大丈夫、大丈夫、うん、消したらもう追い出すよ。うん、わかった、うん、だから106号もやめなよ、そういうこと書くの。ここは来るの家なんだから。うん、多いな、やっぱり犬年だから。かわいい、かわいいし、多いな、かわいいよ、うん。あ、みんな気をつけてね、悪口書くとね、桁に勝手におっぱい舐められた、多いなに。おっぱいに舐められた。え、その胸の湿布は病気のやつ。あ、見えた、なんかね、痛いのよ、この辺。ここか、ここ多分ね、あのね、肩こりから来てるの。嘘。うん、心臓が痛いの。あ、心臓も、あの手遅れだったら心筋梗塞。あ、おいなに腕ペロペロされた。嘘。あ、食べたい、いいよ、食べて。あ、いいの、うん、私も一個。いや、あいこさん蒸しカレー食べるんでしょ。でも、それも食べたいの。え、これどこで買ってきたの。京樽、あの京樽。京樽って何。え、知らない。有名なの。有名だよ。これ醤油かけるの。醤油はかけないよ、太巻きだから。もうかけても入ってる、醤油。醤油入ってない。大丈夫だよ、じゃあ太巻きいいよ、持って手でね。犬触って。いただきます。食べる。うん、おいしいよ。食べな。うん、
え、これ全部違うの？なんか一緒じゃない、うん、同じ。トマトはね、手で冷めた方がね、美味しいよ。こマヨネーズ合わないかな。あ、もういいな。合わないと思うよ、マヨネーズ。美味しい。美味しい。でしょ？でしょ？美味しい。もうダメだよ、カレー食べれなくなるから。美味しい。あ、今日は初めて美味しいもの食べた。うん、美味しいよ。あ、おいな、ダメ。おいなちゃん食べれないよ。サラダ巻きは合うけどね。うん、ほんと気分悪いわ、このキツネ巻きな、マジで。でも通常はじゃあクルちゃんやりなね、8時になったらね、俺やめるから。クルちゃんはいいでしょ、やっても。うん、いいよ。だからカレー食べれなくなるよ。だってこれ好きなんだもん。みんなクルちゃんの枠だったらいいっしょ、うちのリスナーさんね。クル、うん、もね、イベントだし。うん、あのさ、マックスマンっているじゃん。うん、好きな人よね、いつもさ、そこにいるってさ。うん、うん、クルちゃん、クルちゃんのリスナーで来ないよ。あとさ、カレンの枠とかさ、タマとかさ。No. うん、クルちゃんのリスナーだよ。クルだけで、でもあえて投げないじゃん。みんなのとこいるよ。うん、あえても投げない。うん、どこでもいるよ。うん、これで、うん、あ、そうか、ダメってね、手でやめて、愛子さん。箸使う？これ使ってないけど。あ、なになに、おいしいでしょ、今日食べ知らない。おばさんにね、カレー食べてるから。なんだっけな、乗り換え、2駅でさ、乗り換えした時に、うん、うん、いっぱい入ってる、中に。最後の1個、おいしい。カレー大好きだろ。おいしいわ、これを大好きなの。ちゃんとカレー食べる？うん、ほんと？少しね、ご飯少し。うん、おいしい、おいしいなの。もう一個買った、もう一個買っとけばよかった。うん、いくらこれで。割引で200いくら。安いね。安い。これ200円は安いわ。30% 引き。うん。閉店。ごちそうさまでした。うん。もうくーちゃん配信やって、俺もういいだ。なんかリスマン取らせてほしいって言うから。くーちゃん配信つけて。これなんかしょうもないキツネ枠嫌な人いるから、うん、え、つけてってよ。いや、俺だから俺がつけ続けるとリスマン俺が取っちゃう可能性があるから、垂れ流しでもいいからつけとけな。イベントだし、うん、うん、やりな、うん、うん、あー、こんばんは、5倍ありがとう。それだったら多分うちのリスナーさんも嫌じゃないでしょ、うん、あ、ありがとうございます。タバコ吸いたくない、ね、吸いに行く。あ、ベランダです。いいよ、もう配信持ってきな、また切られたりあれだったら。うん、こうちゃん配信、うん、一緒に行こうよ。いや、俺ちょっとしてから行くから先行って、あの、あるから。じゃあ携帯持っていくわ。うん。